はじめまして。浪速橋駅周辺にお住まいの皆様、京都の青葉整骨院です。交通事故治療でお困りの方、青葉整骨院の交通事故患者様の声を一度ご覧ください。青葉整骨院さんに交通事故治療で通院しています。交通事故で首の方をですね、むち打ちになってしまったんですけども、院長先生や女性のスタッフさんがとても優しく治療してくださって、だいぶ首の方も腰もですね、少し楽になってきました。皆さん、交通事故、本当に遭われたら、心も体もつらい状況ではあるんですけども、青葉整骨院さんだったらとても安心して、女性の方も通っていただけるので、ぜひ来てください。